スーパー玉でこと、スー玉、卒業します。はい。これ、スー玉のオムライス。なんと26%。これ見てね、もう、卒業決めました。私、何年前やろ、多分 YouTube 始めた頃からね、スー玉、通い出してると思いますね。で、スー玉安い安いでちびってね、いろいろさしてもうて、最初に買うたんがね、多分このオムライスやと思うんですよ。その時ね、ちゃうわ、オムライスを食うてる人がおったんか、スー玉の。それで知ったんかな、なんか、スーパー玉で昔から知ってますよ。私、業界の人間なんでね、中央市場にいてましたんで、有名なスーパーやったんでね、当時はね、別の意味で有名やったんですけど、うっす。もう中央市場もやめて、スーパー玉ではね、自前ないけど、行くようなスーパーやなかったんですよ。けど、まあ、お安いって評判、前から安いんですけど、なんかな、なんか知らん、行ったんかな。ほな、ほんまに安うてね、もうこの総菜の安さになんかもう衝撃いくらって、昔はそんな総菜売り場なんか行きませんやん。で、行くようになってみたらもうその安さがもうびっくりしてね。で、多分最初に頃に買ったのがこのオムライスや思いますね。これ多分ね、4、5年前はね、198円もっと安かったかもしれん。150円はないか。けどまぁ19%やろね、多分。今も26%ですって。そない上がってへんね。卵も上がっとるしね。これしゃあないのはわかるねんけど。しゃあないのはわかるんですけど。あ、鼻むずい。マヨネーズじゃないわ。ケチャップも少ないし。ケチャップも少ないし。っていうか、昨日飲んやからね。はい、いただきます。これは置いとく。で、これ貧乏症。でね、ケチャップも用意してますね。これ、わかります？もうこれ、ケチャップの日持ちって何日？やばいね。もうこれ、3年ぐらい経ってますね。3年ぐらい。いっぱいネタ置いてんの見えてんね。ケチャップもうめちゃくちゃ私ね自前だけどそれケチャップとかつけへん派なんでね。いただきます。ちょっとさすがに気持ち悪いかな。もう処分しようか。いただきます。色がおかしいもんね。ん？ねえ。ケチャップって赤いやん。これ茶色いやん。やめとこ。明らか色ちゃうもんね。誰やったかな、ケチャップ派。ケチャップ派がおったん。美味しいねんけどね。
もうワンパターンやし、そない安ないし、近くになくなったし、ほんま長い間お世話になったけど、自分で作れるようになったし、そない考えたら最近よう湧いてくるね、私と同じようなおっさん、まだだいぶ若い、50歳ぐらい若いんかな、おっさんいつも飯食うで喋っとんやけど、その人いつも出来合いもんばっかりやもんね、けど一応栄養を考えて食べてはる、今はもう無職とかもね、ネタになる時代やから、今さらやけど、これ2リットル入っとるね。っていうことは安いかもね。1.8 じゃなかったっけ、みんな。ごちそうさまでした。おいしゅうございました。今までありがとうございました。スータマちゃん、大きにはばかりさん。でね、これ、わかります?これね、なんか今やってはるんかな?今、YouTube ちゃうわ。TikTok とかもやってはるはずなんですよ。このスーパー様でね。ほんで、今多分やめてはんのかな?よう、宣伝がね、流れてきとったんですよ。なんか、こういうグッズ販売したりとかね、ほんで会員言うといいかな、なんか、なんとか会員、ウェブ会員言うかな、なんかあって、で、そういうのをえらい力入れてはったんやけど、もう最近はしてはれんのかな。で、そんな出るたびにね、こう、1ビってね、こう取ったんですよ。これがね、一番直近、これ多分1年も経ってへんけど、ちょうど私、糖尿で入院してる頃にね、専念しとって、この、ね、こういうバッグいうかカバンやね。あとこれ、こういうセッタとかね。こんなセッタとか。あとこれはなんかこの、なんちの、プチ、なんとか袋みたいな、こんなんとかね。これが一番最近ですわ。あとね、これ。もしもし。もしもし。もしもし。これスマホのね。スマホのカバーへね。あとね、これは、
水筒いうんかな、水筒、水筒いうんかな、水筒、水筒かなとかね。あと一尾って買うてましたろ。あとこれは何や、これは何や、あ、カバンや、バカン、カバン、かわいいでしょあとね、あとこれは何や、あ、これはリュック、リュックサック、ナップサック、リュックサック、リュックサックかナップサックか、こんなやつね。はい、こんなに今日歌えますよ、わからんけど。これ何や、あ、これワッペン、ワッペンちゃうわ、あのなんかこのバッチやね。もうこんなんも全部処分しますわ、ほんまに。ありがとうございました、ほんまにね、いろいろお世話になりましたわ、ほんまに。さようならですわ。はい、ということで、あの、あ、耳かい、うっす、よっこいしょ。これで全部で何本になるやろね。あ、もう金欠いうこともあるんですわ、はい、ということで、また見かけたらサインして送りますんで。あー、ていうかこいつ流れるかわからないけど、流した頃にはもう売れ終わってるかもしれんし、まだ売ってへんかもしれんし、なんちゅうても行動が遅いからね、私。ということで、いつもすんません、おしまい。はい、さよなら。大きに、大きに、はばかりさん、帽子はないんか、帽子はなかったんか、あ、シャツとか持っとるもんね、たまに。あー、今ね、そうそう、お店行ったらいっぱい売ってますわ、そうそう。はい、失礼します。何やか分かれ、いっぱいなら。チャンネル登録してね。もしまた見たのを持ってくれはる人はね、あのチャンネル登録よろしく頼みます。あと通知ベル設定、鈴マークですね、あれもオンしてもうたらまたおっさん湧いていきますんで、よろしく頼みます。バイなら、バイチャー。